女性週刊誌の記者をしている人なんですがね、まあ、シーズンもちょうどいいというんで旅をテーマにちょっと扱ってみようと思って、もともとこの人旅好きなんですがね、で行った先がっていうと穂高周辺を探ってみようと、女性でも行けますよというような、ね、宿を探してみようと思って行ってみたんですね。気持ちがいいんですよ、気分的にも。これから本当にいいシーズンが来るわけだ。ああやっぱきいな、これ気持ちがいいわと思ってね。でもともとそういうところに詳しい人だから、あっち行ったりこっち行ったりして時間がどんどん過ぎてった。まあ帰りはいいわと、歩いてこういう方面行けばどうなってるみんな分かってますから、その気になってさあその土地を後にして適当にプーラプーラ歩いてったわけですよ。嫌なほど道は知ってるんですよね。ところがどうも様子が違うんですよ。あれおかしいな、こんなところあったかな、こんなとこ出たかな、なんだかどうも違う。今まで来たんだけどこういう道は通んなかったと、さて終わったなと思って歩いては見たんですが、車が来るわけじゃない、人も来ないし何にもないんですよね。おいこれ参った、本当参っちゃったなぁと。だん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 日が暮れてくるんですよね。山梨ですから早く暮れてしまうんですよ。おい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 、冗談じゃないな、戻るったってほら大変な距離ですからね、どうにかしなくちゃいけないな、えらい遠くしちゃったなと思って歩いてると向こうに明かりが見える。あらあら、もしやと思って行ってみたら、これがちょうどいい具合に旅館だったんですよね。これは発見だな、こんなところに旅館があったんだなと思って、コン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 、すいませんごめんください、コンコン、はいって声がするんで、ガタッと開けて、すいません突然なんですけどね、こちら泊めてもらえますって聞いたらば、年のいったそのご主人さんが、結構ですよ、今日は別にお客さんいませんからどうぞって言うんで、ああ助かりました、ありがとうございます。で入ってって、いや実はこれこれこういうわけで、私台湾のその取材できたんだけどって話したら、ああでこんなところ旅館あったんだなって言ったら、いやいやここはねもともとはそういうんじゃないんだけど、私が旅館して他にも 2,3 軒あるんですよって話になった。あじゃあこれも紹介しようと思ってね、で話を聞いて、そうですか、まあ適当に一杯やって、じゃあすいませんが部屋に戻って、部屋に行ったらはねちゃんと布団が敷いてある。あ布団敷いてあるなと思って、じゃあ今日の寝ちゃわないうちにちょっとまとめておこうと思って、小さな机があったんでそこでね、まあ明かりはこうちょっと暗いんですけど我慢してポケットピン出してそれをクピッてやりながら書いてた。そうするとトン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 、誰か階段上がってくるんだ、うんほんほんと思った。ああ中井さんが何か持ってきたかなと思ったら、ガラッと開いて、あのすいません枕をお持ちしましたって言うんだ。そうで、おおすいません急だったもんだから枕用意するの忘れちゃった、はいどうぞって、ご苦労様って言って枕を置いて、中井さん向こうへ行ったんでまた帰ってる。ん気配がする。あなんだ中井さんまだ帰ってないんだ、私はこんな仕事してるから珍しくって様子見てんなと思って、どうもここで見てるんですよ自分の書いてるのじーっとね。いやね旅しながらこうまとめてね、ねいいところ選んで、まあ、ご紹介するんでここもねって言いながら、へっって見たら誰もいない。あれ枕をあそこへ置いてここへ来て座ってこっち見てたのに、おかしいな、これ気のせいかな、確かにそんな気がしたんだけどなと思って、へいへいへいとまた続きを書き始めて、クビーッとポケット瓶飲んでひゅっと何かにいるん、息遣いがしてる、なんとなく、おいおいひゅっ、誰もいない。いやでも確かに今誰かいたようなそんな感じしたけどなと思いながら、まあ気のせいだろうと、で一応書きまして、さあもう眠いから寝ようと思って全てのもの畳んでね、で布団に潜り込んだ。ふっ横になると多少飲んでますしね、昼間の疲れがありますからいい気分で寝ちゃったんですね。ああ寝てて、ああ寝返り打とうと思ったら、なんだか知らない体が動かない、腕が動かない、見てみると自分のこの右腕の上、自分の右腕の上に髪の毛がこう乗ってるんだ。ちょうど女の人ですよね、後ろ姿なんだな、頭が乗ってるんですよ。なんで俺がこんな女と寝てるんだろうと思った。俺どうしたっけと思って、彼ねふっと顔を起こしてみたらば、髪の向こうに色の白い顔がちらっと見えたんですよ。俺いつこうして寝たのかな、明らかに目方もある、向こうを見て女が寝てるんで、と思ってるとね、女がずーっと顔を起こしてた。見てると色の白い端正な顔立ちをしてる。おい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 、やっ
ぱりそうだこいつ俺寝たんだなと思って話そうと思ったら女がスーッと起き上がったんだよね。あれと思ったらそのまんま立って、お姉さんねえお姉さんっつったらスーッと靴開けて出れちゃったんで、でねちょっとねえちょっと何が何だか分からないからねちょっとねどうお姉さんってバッ靴開けたらばそこは押し入れだったんですよ。急に気味悪くなったもんだからダン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 って階段を出て、ちょっと旦那さんご主人ご主人って言ったら、はい何でしょうか、起きてたんで、いや夜中悪いけどね実は俺今こう言って話したらば、そのご主人がね、ああそうですか、いや実はね僕は昔まあ小さな蔵がありましてね、その一軒この家があったんで私買い取ったんですけどね、それで旅館やってるんですよ。客の来ないこんなところでもたまにねお客さんが見えたんで、亡くなったお嬢さんが嬉しくてきっと出てきたんでしょうって笑ってそれで住んじゃったって言うんですよね。いやあるんだよねそういうところがって彼が言ってましたよ。